ね、はい、ありがとうございます。こんにちは、カッパです。今日の動画は地元で有名な鶴の湯さん、そして高遠山で出会ったカメラ美女、ここの銭湯はなんと100年以上経ってるんですよ。懐かしい脱衣カゴもあります。2時半から夜8時半ぐらいまでやっています。こちらにお越しの際はぜひ寄ってあげてください。日曜日と水曜日はお休みです。今動画撮っとるけ。動画撮っとるけ。笑うと。やっこさん。カメラマンになったかね。え？カメラマンになったんかね。カメラマンやないよ。これ YouTube に上げたらいいからな。どこに ？YouTube。YouTube って YouTube か。開けとったら棒がね、気になるかいね。なんでこれ閉めるのかな、どっかしなと。動画違う。なんか喋らないっていうのかな。お、別に喋らんでもいいけど、なんか一言欲しいな。ああ、なんも言うことないね。ね、はい、ありがとうございます。え、おばちゃんいくつになるち？86になるよ。86。来年1月で。本当。うん、ありがとうございました。来年1月でね、86歳。もう本当もう年はいらんわいね。水に流していつもプール行って流すわけが、プール行ったらね、80代の人が6人おるね。大会行ってみたいな自分はね。大会行ってみたいよ。若松体育館はほら。あ、安、ね、そうそうそう、やっとるやろ。体感は安い。うん。うん。私たちはあの日常スイミングっていう。あ、本当。うん。週に3回喋りに行ける。多いよね。はじめ30分はもう青湯で歩いとるプールの中を。なるほどね。その30分は先生からね、体操の指導を受けて、あ、これ結構きついわね。ほら、ええ運動になるわ。ここ何年なるって言ったかな。100年か。100年以上なるね。はっきりしたあれがわからん。はっきりしたわけがわからん。そう、カメラマンになったかね、あんたは。私があんた写してやろうか、みたいな。いや、こんなカッパ写しても仕方ないよ。今はもう写すとこしないよね。まあね。うん、お風呂でも入んなさい。お風呂入らない。おばさんお風呂入らないんだ。もうそんな長いこと長い間写さんでいいっちゃ。いや、お金払おうと思ってさ。あ、そうね。お金払ったらいいけど。そこにそこにお借りするけん。限られたらいいけど。ありがとうでございます。はい、550円です。はい、はい、ありがとうさんです。上、高遠山行ってきたんだけどね。もう高遠山行ってきたんね、この寒いの。寒くはないわな、今。今日はどこに来てるかというと、高遠山公園です。それで上は寒いよ。同じぐらいの 年齢の人が、若戸橋の点灯の時間って映すっつって、ここ紹介したけど、わかるかな。タクシーで降りたって言うから、わかるかわけにしれんけど、もうあれがね、
朝はものすごくもう動くよ、子猫がもう家の中ちゃちゃくちゃにしてしまうがね。本当、うん、おばちゃんか体の調子どうなん？いらっしゃい。え？体の調子どうなん？体の調子はもうな、うん、もう年は年なりよ、いいことない、うん、もう悪いことばっかし。そう言わんときや。春先には桜が満開になります。ですか。石峰の頂上から見たことあります？そこの山、この今頭出てる。行ってみたら面白い。石峰山。石峰山ですか。うわ、レンズだけで数十万するような。もし撮影だったらちょっと画角入るけどいいですか。ああ、全然構わない。え、地元ですか？いや、福岡市から来ました。あ、博多から。はい、こちらの方ですか？そう。あ、そうなんですね。綺麗なのいつも見れていいですか？いや、博多もどこでもそうですけど、うん、地元で育った人間、地元が綺麗とは言わないでしょ。ほんで、もし撮られるんやったらね、シラス灯台も撮ったり。シラス灯台？うん、そこのとこにある手前の方にね、今指の先に船が通ってるんで、そのちょっと先の方に白波立ってるところあるんですよ。そうなんですね。あの光ってるところですか？あの風車雲もすごいけど、あの風車雲の向こう側、はい、右側が馬島で、はい、ちょっと左の方に、手前の方に白波が立ってるところあるんです。
全部固定カメラですか？固定で撮影ですか？動画？いや、動画は撮ってないです。動画でも撮られるんですか？うん、カッパ工房で YouTube アップしてる。そう、ひらがな、ひらがなで、はい、見てみます。今そこの真下にあるところは昔ロータリーでね、ここはロープウェイの三条駅あった。ああ、そうなんです。ロープウェイがあったんです。ロープウェイがあった。自分が小学校、博多から地元も絶対博多って言うけど福岡って言うたらよそもんやなって分かる地元も絶対博多って言う。もともと小倉県やった。でここは江戸時代黒田藩やったけど、戸端、真向かい戸端行くでしょ、で、煙突あるじゃないですか、手前までは福岡藩領で、境川、それを越えたら小倉藩やった、武前小倉藩、ね、だから、方言も違いますよ。あ、そうですか。イントネーションも違う。例えば、トトトト、今日の動画はこれで終わりです。高戸山の夜景を次回は予定しています。サーフィン動画ですけれども、もう少し後の方になります。またお会いしましょう。ありがとうございました。